今日も頑張って化粧したんだけど全然ね、動画難しいなと思った。全然できませんっていうか、うまくいかないっていうか、どう編集していくとか、何で、なんか余計な話したらね、容量が足りなくて切れてたりとか。でも今日の本音が、持ってる色のイメージ的には、イメージ的にはっていうか、イメージ通りにはなってると思う。さあ、これをどうしようかって感じですね。そしたらさ、やっぱりそんなことをしてたら、やっぱりランチを食べ損ねるっていう意味のわからない状態になってます。で、今5時半ね。で、明日から旅行行くから、少しおやつ買ってこなきゃと思って、今からおやつをトレーダージョーズに買いに行ってきて、それから散歩に行こうかなと思っています。とりあえずメイク動画をどうにかできるかっていうことを少し考えながらやっていきたいです。行ってきます。ただいま帰ってきました。買ったものです。いつも通り安定のポテチとお水ね。これはいつも通り2泊3日行くし、夜とかお父さん多分旦那お腹減ったとか言うから、ポテチは3袋買った。うん、お水は持っていかない。で、これハンドサニタイザー、外とかさ出てて、そのままなんか食べたりとかするの多分嫌だなと思ったから、手の消毒のやつね、ちょっとなんかね石鹸の匂いがするやつ買いました。あとはで、この前も少し見たと思うけど、ダークチョコレートナッティーバイツ、これもちょっとだけまだあるんだけど一応買ってきたのと、あとこれバターワッフルクッキーズ、これなんかすごく美味しい美味しいって言われてるんだけど、うち試したことなくて、じゃあこの際ちょっと試してみようと思って。で、旦那はこういうの大好きなわけで、だから好きすぎるから多分食べたらハマっちゃうからずっと買ってないとか言ってたんだけど、いいや買ってみようと思って買ってみた。あとこれサワーグミーズ、私の大好きなグミ、レモンとグレープフルーツ、ライム、タンジェリン、オレンジみたいなの味が入ってるサワーパウダーのついてるグミ。てか日本のグミとは違うね、なんかグニャーっとしてるグミですね。うん、あとこれローファットって書いてある、見てなかった。それはストロベリーなんけど、いちごジャムみたいのがシリアルの中、シリアルバーの中に入ってるやつかな。多分すごい歩くので途中で小腹減ったって言った時に、これバーだから1本ずつ食べたりするのにいいかなと思って買ってきました。あとね、これとこれ、いわゆるアップルソースなんだけど、リンゴに似てあるなんかクタクタのやつね、をクラッシャーズって書いてあるじゃないですか。こちらにいちごちゃん入ってるんだけど、こういうパウチみたいなのに入ってて、これまだうち買った試したことないんだけど、入ってて凍らせられるの。だから凍らせて何クーラーボックスに入れていこうかなと思って。で、私なんかも食べれるし、うち犬はフルーツ大好きだから、ワンコのおやつにもいいかなと思って、それで買ってきたので、これを凍らせる後で。あとこれは全然関係ない、もうレジで見つけておうと思って買っちゃったの、これベーコンが入ってるね、多分ね、そうだな、ちょっと塩とベーコンが入ってるチョコレートで、こういうなんか変わり物のチョコレートをうちを試すのが大好きで、他のメーカーさんから出てるようなやつとかも試したんだけど、うわクソまずいとか言ってた人もいて、アメリカ人では。でもうちはね美味しかったんですよ、これ。なんとも言えない甘じょっぱさ、日本人にはたまらない甘じょっぱさだったのね。ただチョコレートがミルクチョコレートで、うわこれダークチョコレートで作ったら絶対に美味しいのにと思ってたの。そしたらレジにさ、トレーダージョーズのレジにはダークチョコレートって書いてあるのがあって、うわーと思って買っちゃった。 70% カカオだって。もう私ダークチョコレート派なので、これはすごい楽しみだから、後で旦那と試して遊ぶか、おやつで持ってくかって感じかな。どうしようかなと思ってます。ではちょっと明日ね、なんか明日は昼夜お弁当にしようとか言ってたから、お弁当の下準備をしてから散歩に行きます。ではまた。散歩行ってきます。散歩
うるさいな、ドライヤーが。なんか今日すっかり忘れてたんだけど、お布団洗ったのすっかり忘れてて、でベッドメイキングしてたらもう7時になっちゃった。でなんかなんだろう、すごい曇ってきて、雲がものすごい厚くなってきて、まあ雨は降らないのは分かってるんだけど、てか降らない、うん、でも涼しくなったすっごい。だからで降らないとは思うけど、降られたら怖いからと思って、でも7時だし暗くなってきちゃうから、もうなので近所一周するだけにします。これね、今日やったの分かんないよね。てかあれ光もおかしいしね。お、また来た。なのでとりあえずさっと行ってきて、今ご飯玄米を炊いたので、で私4合炊こうと思ったら玄米モードは3合までだったの、うわと思って。でも4合洗っちゃったからさ、もう1回1合炊きます。4合もいらないんだけど、炊ける時に一気に炊いて、味付けがさちょうど2合分ずつぐらいでいつも調整してるから、もうなんかその 0.5 とか考えるのがめんどくさくなってくるのでやっちゃいます。とりあえず余計な話してないでね、行きます、行ってきます。今からこれ食べる。まずは毒味をしてもらいましょう。はい、お願いします。どう？おー、ベーコン。どう？だから感想お願いします。うん何？無視？混ざりきらない。え、そうなんだ。なんかこれガナッシュね、中になんかガナッシュが入ってて、え、それで何？この中にベーコンが入ってんの？ベーコン味、そのなんかぬるっとしたやつ。なるほどね、ちょっと食べてみます。チョコの方が強いよ。食べた。うん、あー、でもしょっぱいね。うん、うん、しょっぱい。なんか前食べたやつはちゃんとリアルベーコンが入っててカリカリしてたんだよね。これも入ってるでしょ、ちょっとベーコン。で、お塩もシーソルトだっけが、なんかなんだろう、ジャリジャリのが入ってたんだよね。でね、美味しかったの。うん、うん、なんか端の方食っちゃダメだ。端の方チョコが入っちゃう、中身がある方がいいわけね。うん、うん、汚いな食べ方。うん、まあ悪くないけど、この前食べたやつのが美味しかったね。うん、次食べる？買う？買わない方です。また変なチョコレート見つけたら、変なっていうか面白いチョコレート見つけたら食べてみます。山盛りお弁当を作ったね。今旦那は休み前の最後の仕事を終わらせてます。これからお風呂に入って荷物積むで寝ます。明日は9時ぐらいに出発しようかなと思ってるのでね。それでは旅行中は多分動画は撮れないと思うので、撮ったとしてもあとデジカメで撮って後日アップするかもぐらいなのでちょっとあんまりわかんないね。それではおやすみなさい。バイバイ。